はい、どうぞ、ボス、ブッです。いや、今回はですね、このお絵かきコラボというゲームをやっていこうと思います。いや、まあね、まあ、とりあえずやっていきますか。いや、まあ、やるの初めてなんですけどね。このゲームはですね、まあ、どういう感じで、ゆうたさん。まあ、マッチングして、まあ、この、上半分と下半分の、方は、ランダムで、まあ、片方が上を描いて、もう片方が下を描くっていう。ツタンカーメンか。まあ、ちなみにですね、このゲームをやる理由としてですね、僕はですね、絵下手なんですよ、はっきり言って。だからさ、面白くないねって言うやったら、ちょっとやばいやばい。こんな感じ？ツタンカーメンこんな感じ？こんな感じだよ、ツタンカーメンって。え、どうだろう。あ、まあ、もう、ツタンカーメンってこうなんだね。うん。よし。あ、どんどん行きましょう。いや、もう、わかるですね。中学校の頃、ルイちゃんの成績ずっといいね。優しい先生でやっと差をもらえたっていうですね、ことがあったんでね。絵の下手さには自信がある、はっきり言って。さあ、次。もう、要素方向来たら、ちょ、待って。バットは、わかんないよ。バットはね、あれだよ、コウモリだろ。黒いやつだろ。ちょっと黒。じゃ、真っ黒で、体を描いて、どうなんだろう。コウモリだから羽とか生えとんのかな。羽を生やして、はい、バットマン。さあ、どうだ。相手がね、バットマンを知ってそうだったね。申し訳ない。これは相手はバットマン知らないね。うん、よかった。やっぱり体と顔がくっつかないんだよな。まあ楽しいよ、こうね、試行錯誤する感じとかね。いや、どうすればね、いい感じの絵が出来上がるかだよね。マルさん、フラッシュ、フラッシュだと。こうなるの、こういう風にバナナみたいな感じになって、葉っぱが生えとる。確か葉っぱ生えとるんだよ。で、目があって、で、眉毛がちょっとあって、なんかちょっとフラッシュの目がチャイムポイント的なものになって、フラッシュ。あ、すっげえ、オッケー。これはフラッシュ。うん。この目のね、ちょっと尖った感じとか、なんかフラッシーっぽい気がする。フラッシーはこんな感じの目をしてたかは覚えてないけど。おお、来た、これ来た、これ来た。うん、これ来て、来てんだよ。うん、フラッシーだよ、これは。うん。こんな風に撮ったっけ、まあいいや。やろうか。いや、でもたまにはね、こう、なんかもっとね、パンチなんですよ、これから。パワプロ君か。パワプロ君か。で、線で囲っていく。あ、なんか違う。ちょっとミスったな。まあいいや。あ、やばい、なんかミスった。完全にミスった。大丈夫。相手が何とかしてくれると死んじゃうぞ、俺は。お相手さん、頼みますよ。じゃあ、どうだ。おぉ、目が燃えている。なんだよ。なんか、自分の頭投げたみたいな。ずれて、体がずれて自分の頭投げたみたいな。ちょっと。パワプロくん。マチコさん。ドラミちゃんか。テレッ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 テレダメだ。目のキラキラを演出しようとして、目の中に点を描いたら、目が怖いことになった。
やばい、ドラミちゃんが、ドラミちゃんが死んどる。ゾンビやった、ドラミちゃんが。次はムーちゃんさん。ペッパーくん、あ、でもカモだな、ね、書きやすい。ちょっと開け。丸っぽい顔にこうやってあの典型的な目をやって、そんで中に丸目があって、どんな感じで、ペッパーです。ペッパーくん、ペッパーくん、これペッパーくん、誰が名乗ったようなペッパーくんだよ。いや、いいじゃん、いいじゃん、これペッパーくんだよ。うわぁ、なんか正義の味方みたいだった。正義の味方、ペッパーマン的だ。すごい、宇宙から来た正義の味方っぽくなったぞ。続いては悟空でしょうか。ゴッホの息子。いやー、自分でハードル上げてくるのは好きですよ。ゴッホの息子ですよ。あの世界的超有名画家、誰しもが知ってるゴッホの息子。さて、あなたはどのような絵を描いてくれるんでしょうか。出れないよ、ちょっと出れないよのかも。この3時間で描ける無理がすぎんだろう。ポンポンがあって、水色のアヒル、水色で、そんで、なんとく、ね、無理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 、時間が足りなさすぎる。出れないよは時間足りなさすぎる。おでもちゃんとハンマーをね、忘れずに帰ってきて、下のね、この、あれですよ、綿みたいな部分もね、ちゃんとね、要点をしっかり押さえてきて、うん、さすがゴッホの息子ですね。ゴッホの息子、すごい。アゴプリンさん、着ぐるみのバイトの人。ほう、そうきますか。着ぐるみのバイトの人ね、ちょっと手軽感でね、このね、手をね、雑に描いている。で、着ぐるみっていうのバイトって言ったら、あれ、まあ、バイトが着てないの、着ぐるみの素体したところの着ぐるみじゃないですから。なんか、寂しいよな、こうじゃ。今、下に着ぐるみって書いてある。な、この下にはルビーって書いてあるんですよね。だって上は、どうなりました。おお。あ、ちょ、ごめん、ほんとすいません。ほら、このね、頭を縫い入れるところ演出したかったんだよね。うわ、俺が手を上に上げなかったせいで。手かかなきゃよかった。ゴルファーね、打ってこそプロゴルファーでしょ。でっかいね、あ、ビッグイニングをかます。いや、俺これどっちかっていうとプロゴルファーというより、でかっ、ちょっと斧みたいになってるんだよ。殺人鬼使う斧みたいになっちゃったよ。でゴルフボールこの辺に点があってね、はい、あのゴルフクラブの染めがさ、あの下の方がでかすぎて殺人鬼が使う斧みたいになっちゃったから大丈夫か、これ。お相手は相手で顔ちっちゃ。ちょっと待って、全てがアンバランスすぎる。すごい、体、顔、ゴルフクラブ、ゴルフボール、全てがアンバランス。そしてもはや抜け息をとどめていない。すごいな。さて、次は、食い倒れたの、よし、これ最後にしましょう。もうなんか何が何だかよくわかんない。食い倒れたのってなんだ。ちょっとね、腹をね、出させてね。ほんで、足を妙に短縮にする。さあ、どうですか、これぞ妙の技。時間配分を検出するね。やばいの技があったからこそできる技。んで、手を。おーし、いい感じ、いい感じ。さあ、相手はどうする。ダメだ、これ食い倒れ太郎ってあれじゃん、キャラクター名じゃん。でもね、まあ、うん、いい感じだよ。
いいじゃないか。これこそね、オリジナルキャラができるんだよ。上と下のね、コンビネーションですよ、コンビネーション。あれですよ、もう、協力ですよ、共同、協力。交わることで新たなものが生まれるんです。あ、じゃあ、次のやつです。今度最後しよう、今度。まあね、知らなくてもね、交わることで新たなもの。デッドプール。デッドプールってなんだ？知らない。だから、デッドプールというのは、すなわち、死の海ということ、死のプールということだろう。つまり、血で埋め尽くされたプールということではないか。ちょっともうすいません。これしかできません、俺には。とにかく、ち、明るい。あ、じゃ下まで書いちゃいかんだろう。はい、おい、同じこと考えてるじゃん、お前だ。おお、うわ、この、何か違うものがね、交わったとき、それは全く違うものになることもあれば、同調効果を生み出すこともあるんですよ。視界。いや、でも、デッドプールからね、視界という言葉を持ってくるという、麻薬ですよ、麻薬。いい感じの麻薬ですよ。神薬ですよ。いやー、来ましたね、49枚。いや、何が一番いいかな。でも個人的にはあのどれかな、一番ちょっと一番だけ消えておきましょうか。すごい、どれ見てもすごいんだよなぁ、なんていうか。でも、これじゃない、やっぱ。うん。あ、こんなね、まともな絵描けたのはすごいと思う。フラッシー。まあ、相手の気力もあってこそだけど、俺の火力の顔をね、ただ下で補ってくれてる。いや、ここまで綺麗に繋がったの初めてだもん。うん。他で、ね、ほら、こういう風に離れてるから、これとかも自分の顔投げてみてやってるから。バズ。この辺好き、この辺。この辺好き。いやー、よし。楽しかったよ、なかなか。やっぱり、絵描くのはね、まあ、正直、あんま、下手なんで、まあ、授業とかやったらあれですけど、まあ、でもやっぱり、まあ、絵描くのは楽しいっちゃ楽しいですよね。なんか、自分の好き勝手でやっていく。いやー、でもなかなか、楽しかったな。はい。面白かったですね。はい、それでは、今回はここまで。それでは、また、この、